こんにちは、こんばんは、おはようございます。おっとり屋ギターです。いつもおっとり屋動画をご覧いただきありがとうございます。本日も素敵なギターのご紹介をさせていただきたいと思います。本日ご紹介させていただくのはこちら、コリングス D の 1A というモデルになります。もうコリングスといえばですね、もう大変有名なハイエンドなモデルでございます。その中でもですね、この戦前のマーチン D の18をですね、モチーフに作られております最高級なギターを、モデルをご紹介させていただきたいと思います。はい、こちらですね、2005年製となっておりまして、通常のですね、カタログのモデル D の1にこのトップ材をですね、アディドンダックのスプルースをオプションとして使用しております。特別モデルとなっております。なんとですね、定価の方が税込みで95万5800円という最高級のギターでございます。まあ、さて、どんな作りなのか、どんなサウンドなのか、最後まで見ていただければと思います。はい、では早速スペックの方からご紹介いたします。トップの方がアディドンダックスプルース、サイドバックの方がマホガニのオール単板です。ネックの方もマホガニ、この指板とブリッジはエボニーとなっております。ピックガードの方は別光柄となっておりまして、このバインディングの方ですね、こちらの方も別光となっております。そしてペグの方ですね、こちらの方はウェーバリー製のですね、オープンバックのペグが採用しておりまして、まさしくですね、これも戦前の D18 といったところでしょうか。はい、でネックの方もですね、やや厚めの、やや緩い V シェイプといった感じで、非常にしっかりとしたネックでございます。はい、でこちらですね、サドルの方がロングサドルを採用しておりまして、もう細かいディテールまでですね、しっかりと戦前のマーチンを再現された、そんな素晴らしいモデルでございます。もうこのコリングスといえばですね、この材、また一点一点のパーツというのをですね、もう最高級なものを使用して、そしてですね、もう腕のいい素晴らしい職人さんたちがですね、丁寧に丁寧に作られているということですので、これはもうさすが素晴らしいモデルだなっていうところは、もう引く前から分かる気がします。はい、コンディションの方なんですけども、こちら2005年製となっておりまして、今から12年ほど前のモデルとなっているんですけども、多少のですね、引き傷、すれっていうのは、使用感っていうのはございますけども、大きなダメージというのはですね、ございません。大変綺麗なコンディションを保った一本となっておりますので、備品好きな方にもですね、これはお勧めできる、そんな個体じゃないかなと思います。はい。では、気になるサウンドの方をご紹介させていただきます。もう素晴らしいサウンドでございます。もう、のぶとい低音からですね、この上品な、一音一音のですね、中高音っていうのはですね、もうまさしくコリングスらしい素晴らしいサウンドでございます。ぜひ聴いてみてください。
ありがとうございます。いかがでしょうか。もうこの低音、もうお腹にですね、もうビン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 伝わってきます。すごい低音です。そしてこのバランスの取れたですね、このお上品な中高音、素晴らしいサウンドでございます、はい、ではですね、指弾きでもしてみたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、もうこの一音一音ですね、このアルペジオのサウンドっていうのが本当に綺麗に奏でてくれる、そんな一本じゃないかなと思います。非常に綺麗なサウンドをしております。はい、ありがとうございます。もう素晴らしいサウンドでございます。はい、もう今回ですね、ご紹介したこのコリングス D-1A というモデルはですね、ほとんどですね、ユーズドの市場にも出回っていない大変な貴重な一本となっておりますので、しかもこんだけコンディションがいいっていうのはですね、かなりお買い得だと思います。はい、もうハイエンドギターをですね、コリングスをお求めの方はですね、ぜひご検討していただきたい、そんな一本でございます。このギターのですね、詳細につきましては欄外に J ギターのページのリンクの方が貼ってありますので、そちらの方からご確認していただければと思います。はい、ということで本日はコリングス D-1A をご紹介させていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。おっとりやギターでした。